日本レスキュー協会さんがブースを出してて、募金箱もあるし、今募金していってくれてる人もいましたけど、認定 NPO 災害救助犬とかセラピー犬植物福祉保護っていうのをやってると、セラピー道具で皆様ぜひお立ち寄りください。